今日はですね、私とは全く、畑が違う、まあ、スポーツと見れば一緒ですけれど、チームスポーツでバスケットボールというスポーツをですね、私は見るスポーツでしたけれど、するスポーツではなかったんですが、いろんな魅力を、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。バスケットボールとの出会いについて、まあ、少しお話しいただきたいなと思うんですけれど、はい、まあ、いろんなスポーツを小さい頃はされていたんでしょうか。はい、ほとんどのスポーツはやりましたね。例えばサッカー、野球、もちろんバスケ、水泳、あと陸上では走り高跳びをやってましたし、はい、クラブチームですか、まあ、学校の部活です。部活です。はい、で、まあ、季節ごとにそれぞれのスポーツを、はい、小学校だったんですね、はい、掛け持ちしながら。なぜバスケットを、まあ、選んだかというか、まあ、その中でいろんな理由があると思うんですけれど、はい、その4年生に上がった時に、他の学校からそのミニバスケットの顧問の先生が転任されてきたんですね、うんうん、でその先生に、まあ、強引にこうスカウトされて始めたのがきっかけなんですけども。その先生はもう本当にバスケットを高校とか大学までやられた。いや、また面白い経歴の先生でして、はい、機械体操、体操競技やってたんですね。あ、でオリンピック目指してた先生だったんですけど、はい、まあ、その先生と出会ってなかったら多分今はバスケやってないですね。はい、でそして中学入ってから今度は、はい、いわゆるバスケットボールの競技に入っていって、ね、はい、ミニではなくなって、はいはい、ただですね、中学上がっても野球やろうと思ってたんですけど、野球部なかったんです。あ、そういうのないです。それでまあバスケット部に仲間が多かったんで、まあ、バスケ続けたんですけど。自分にこれ適性があるなと思ったのはいつぐらいですか。いや、あまり感じたことないですね。もうなんかあまり深く考えずにやってたし、やっぱそこに行けば仲間に必ず会えるわけじゃないですか。だかそれが楽しいんですよね。練習もきつくなかったですし、田舎の学校だったんで、まあ、強かったんですけど、まあ、小学校も中学校も全国大会行ってますし、やっぱり仲間が大きいんですかね。いくら仲間がいてもやっぱりつまらなかったり、自分にとって嫌だったりとかしたら、やっぱり違うクラブに入っていくと思うんですけど、まあ、こういう言い方なんか失礼かもしれないんですけど、そのほどほどの練習でほどほど強かったんですよ。、うん、で強いから弱かったら多分面白くなかったでしょうね。で自分は大きかったんですよ、周りに比べて、うん、まあ中学3年時で85センチあったので。うわ、それは大きいですね。で結構プレーも思い通りにできちゃうんですよね、うん、大きいから。センターっていういわゆるゴールの下のポジションをやってた、はい、でした、その頃は。はい、その時からポジションによってどんどんどん変わっていくとは思うんですけど、はい、それずっともうセンターをやったのも中学校の時、はい、でも高校から少しずつ外のポジションに一個ずつ上がっていったんで、まあそれが良かったんでしょうね、はい、あ、上がっていくっていうんですか。はい、インサイドのプレイヤーから外のプレイヤーに一つずつポジションコンバートとかよく言いますよね。はい、急いでシュートを入るためにはこの5つをやった方がいいんじゃないかっていう提案です。だからみんながこれを実践してみて、何回か継続して、あ、合わないなと思うんだったらやらなくて結構です。こう、あ、こういうことがやっぱり自分がプレイヤーとして活かせたなとか、例えば負けず嫌いだったとか、そういうのは何かありますか。まあ、それにつけますね。負けず嫌い、はい、もう何をやるにしてもやっぱりその負けることはすごく、なんですかね、屈辱的ななんか感じて、なんか一度負けた相手には次勝つまで絶対やってるみたいな、まあ、とにかく負けず嫌いな性格だったと思います、はい、中学校はそこ、まあ、バスケットで選んだわけではないです。田舎の学校なんでそのまま上がるんですよ。そのまま、はい。高校はどうされたんですか。高校はやっぱりリクルートされていったんですけど、その誘われたその高校がやっぱり全国大会の常連校だったので、うん、まあ、うん、そこに行けばそう全国大会行けるだろうと、うん、まあ行ったんですけど、まあ、1年生の頃は、まあ、ちょっと下積みを、うん、
かご自身のこうバスケットボールに対する考え方のこうどういうふうにこう意識が変わっていったのかなって、まずその最初入った頃にもうすぐよその学校と試合させられて、うん、でまあ出てたんです、うん、ミニバスの時の話です、ね、ミニバスの時ですけど、はい、で15対0という屈辱的な巻き方をしたのがすごく印象に残ってて、うん、で絶対上手くなったろう、まあ、うん、同じ相手とまた何ヶ月後かに練習ゲームした時は逆になったんですけども、うん、だからそれが面白かったです、うん、まあ、ちょっと練習を詰めば、うん、変われると、そうですね、上手くなれるんじゃないかなっていうのをやっぱり自分で感じたんでしょうね、うん、で面白くなって、うん、でバスケットのことをよく知るようになって、うん、で僕の場合はその外から距離のあるところからシュートを入れるのがすごく面白く感じたんですよね、うん、こんな遠いところから入れる面白いんだみたいな、うん、でまあそのシュートが面白いんでシュートは人より上手くなろうと思って練習しました、はい、うん、まあそんな経緯がありますけど、うん、ここからその大学に入るときはそのさらにあったわけですか、そのリクルートもあったかも、いくつか大学あったかもしれないですけど、まあ一つは高校の体育の教員になりたかったので、うん、まあ体育学部のある大学を、まあ、より条件のいいところ、より強いところとかいろいろあったんですけど、その高校の先生が、まあ、そこの私が進んだ大学の OB だったので、はい、まあ、そちらに強く推薦されたので、うん、まあそちらに行くようになったんですけど、うん、ボールピンチね、ボールをこうつまみ上げ、その場に止まって、そう指先だけでキュッ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 と右10回左10回やったら相手とパートナーと交代。やはりその高校までのやってたスポーツとの感覚とやっぱまた変わりましたか、大学に入って。全く違いますもうカルチャーショックじゃないですけど、もう最初は本当どうしようかと思いましたね。いきなり体育会系の伝統ある学校に行ってしまったものですからびっくりしましたあまりうんっていう、ね、多くは語れないですけども、やっぱりいいこと悪いことはっきりしてますし、そこをこう乗り越えていく秘訣じゃないですけど、何だったんでしょう、そこを支えていったもの。一つは我慢とひたすら我慢と、あららやっぱ仲間ですね、あ、同期のやっぱり助けてくれる仲間がいる、これ大きいですやっぱり。そうですか、はい、まあ、それに救われて今がありますね。でもご自身の中でこうバスケットやらされてるみたいな、そういう感覚あんまりなしでいらしてるのかなという、小学校の頃は正直やらされてる感じがやっぱりあったと思いますね。やっぱり優先順位ってあるじゃないですか、やっぱり、子供ならいろいろと、まあ、それを犠牲にして、犠牲っていう言い方もあれですけど、まあ、そっちのバスケに集中するとなるとやっぱりいろいろ葛藤はあったと思いますよね。もう集中し始めたのは中学校の後半とか。そうですね、もう中学上がってすぐぐらいですかね、もう将来こうなりたいってはっきり決めてたので、代表とか、そうですね、日本代表になりたい、高校の教員になると、うん、NBA の選手になろうというのはまだな、今の子はこうあるんですかね。今の子はもうあると思います、うん、はい、見てますかね、この頃はなかったですね。あ、片足で立ちます。で、足の周りを回しながらバランスを保って相手に強いパス、その時ボディバランス後ろがない。学生生活というのはどういう思い出に残ってますか。ですね、まあ、今思えばいろんな無茶なアスリートとは言えないような自己管理の仕方だったかなと思いますけど、でも僕は比較的周り高い学の同期の練習に比べたら、その自己管理については早い段階で、やっぱ食事、睡眠とかいろいろ、あと普段の生活態度とか、まあ普段いい加減のやつはやっぱりいい加減になっていくんじゃないかなっていう考え方だったので。そうですけど、やっぱりそういうのを気づく選手と気づかない選手はだいぶ違うと思うんですよね。やっぱりそういうのに2年生とか3年生になるときに気づき始めた。そうですね、2年の前期ぐらいで、あ、これじゃいけないなっていうのは気づきましたね、うんうん、おっしゃるように本当自分で気づいたことっていうのはやっぱり財産になっていくじゃないですか、うんうん、
人から言われたものや。そうですね。何言われても、うん、ほっといてもその気づいた子はどん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 いい方向に向かっていくと思うんですけどね、うん、その気づくまでが大事ですよね、トレーニングに対してもだいぶ変わっていいか。そうですね、本当今話すとお恥ずかしいんですけども、まあ、その体育大にいた割にはですね、うん、私らの頃っていうのはウェイトトレーニングっていうのはほとんどまだ導入されてない。ボールを使った練習はほとんど、ほとんどですね。もう会社入って1年目ですぐもうそういうトレーニングが導入、はいはい、ウェイトトレーニングとかあったんで、ね、でそれを、まあ、チームとしてやっていた時に、ああもっと早くやっとけばよかったなっていうふうに感じましたね。うん、今はもうどこの大学もやってるもんですか。そうですね、はい、本格的にやってますよね、はい、ただですね、まあ、大学によってはやっぱりかなりの温度差がありまして、うもう自己の範囲に任せてあるところもありますし、まあ、私どものチームではそういうのはもう専門的なトレーナーを置いてしっかりと、管理してやらせてるようにはしてるんですけど、うん